都道北家村は、北海道大島市長南東端にあった村。2004年12月1日に、都井町、江山町、南茅部町と共に、函館市に編入された。太平洋に面した漁村であり、編入までは長らく道内で最小の面積の自治体であった。大島半島南東部、亀田半島東端に位置する。大島半島再東端にあたる江山岬は、 太平洋に突き出しているため眺めが良く、観光地ともなっている。岬の近く、旧、江山町との境には活火山である江山がそびえ、海岸近くには温泉も湧出する。村域の8割は山林。山地が海に迫り平地は少なく、海岸に沿って集落が形成されている。中心市街地は、矢尻川と八幡川の川口部にある浜町、八幡町。 三崎近くの元村に、都ど北家漁港がある。海岸は切り立った岩場が多いが、矢尻川川口の北にある調子には、砂浜が広がる。この砂浜付近は、海底が遠浅で、大波が立つことが多く、夏場は、サーフィン客で賑わう。アイヌ語の、トゥポケに字を当てたもの。村があるエサンの山っを表したもの。村役場は、浜町に置かれていた。編入合併後は、 函館市役所の都道北家支所となり、旧都道北家村地区の住民に対する行政サービスを行っている。村内を鉄道路線は通っていない。鉄道を利用する場合、最寄り駅は JR 北海道函館本線函館駅。ありがとうございます。